タナー主教王、トマス・タナーは、イングランドの広告家イングランド国教会の主教。タナーは、ウィルトシャー州のマーケットラビントンに生まれ、オックスフォード大学ザ・クイーンズ・カレッジに学び、1694年に、除任された。翌年、オックスフォード大学オール・ソウルズ・カレッジのチャプレンとなり、ついで、フェローとなったが、数年後に、当時のノリッジ主教で、後に、 イーリー主教に転じたジョン・ムーア月の牧師となり、ムーアによってのリッチ教区の事務長に任じられた。1701年から1731年までノーフォーク州に居住していた。1706年のリッチ近郊のソープの教区牧師となり、1713年にはイーリー大聖堂の立主事祭となり、さらに1724年にはオックスフォード大学、 クライストチャーチの立主自祭となった。1732年1月23日、タナーはセントアサフの主教に任命され、以降はロンドン、オックスフィード、北ウェールズの間を行き来して過ごした。タナーはオックスフォードで没した。タナーの存命中に出版された主要な著作は、イングランドとウェールズの宗教施設を網羅し簡単な説明をつけたのちちやマナスティカであった。 これは1695年にオックスフォードで出版された。1744年にはタナーの兄弟であったジョン・タナーによって造歩の上再犯され、ついで1787年にはジェームズ・ネスミスによってさらに造歩され再裁判された。タナーは17世紀に入る時期より前のイングランド、スコットランド、アイルランドで活動した著作家の辞典、 ビブリオテカブリタニコハイバーニカを40年かけて執筆した。これは後にデイビッド・ウィルキンスが完成させ、タナーが没した13年後の1748年に出版した。タナーはまた、ウィルトシャー州の歴史についての資料も収集し、また時折、ジョン・リーランドの作品の新しいエディションの作成にも取り組んだ。タナーが収集した書や手のコレクションは、 オックスフォードのボドリアン図書館に収蔵されている。ありがとうございます。